本日はここに来ています。ここに来ています。これは何か。あそこは海です。この巨大な建物、これ全部業者さんの車で、ここはあれ、この車は全部あれです、売り物です。あの上にあるのも全部売り物です。で、ね、ピンポンピンポンピンポン言うてんのはあれ、今まさに競りをやってるわけです。半端ないよな、半端ないよな、これ、この在庫、在庫っていうか、この車の数。決してこれは止まってる駐車場ではないんです。売り物なんですよ。ちゅうか歩いてあそこまで行く、玄関まで行くのが大変。このそして俺はちゃんと買って帰ることができるんだろうかっていうね。もう初めにして、初めからこのミッション、広いんじゃ、すごいコンボイ。すごい、ちょっとどんだけ遠い。おそらくもうこの向こう側からはもう撮影禁止になるって。というわけです。まあこっから撮れる範囲はこういう風になってます。中は撮影禁止やから。こんなでかい、めちゃめちゃでかいな。はい、それではまた。お、潮騒の匂いがする。潮騒の風が。まさかここで出会うとか。この R8 のクワトロですね。 R8 のクワトロ、フラリとか、さすがオークション会場だけあって、いろんなものがこうあるわけですよ。で、これ落としてこいって言われたら動くわけだな。こういろいろ。
俺さっきびっくりしたのは、これ神戸なんやけど、神戸なんやけど魚がおった。このほらほらほら、あそこほらほら魚がおる。見えるかな、魚がおるよ。何の魚やろな。まあ、これから帰りますね。何の報告レターみたいな。ここエバシャだ。ねえ。美しき神戸。美しき神戸だな。よいしょっと。よし。それでは、よしと。そして帰るって、まあさっき帰るって言ったから帰るやけど、いろいろ勉強させていただきました。今回初めての体験。はい、フォーミー先月リリースされましたビューティフォー EP からビューティフォーを届けてしまうとね、まあ本当に彼女のエネルギーっていうのはあの塊のような感じですね。どこへこう出力していくのかっていうのが今後楽しみなんですけども、まあビューティフォーなフォーミーがワンダフォーに踊るライブが9月2日月曜日に新大阪市のマンギアで行われます。そして10月12、13、14南ホイール2013、やってまいりますけども、フォーミーはここに出演が決定しております。ということで、ボーミーとのトークはここまで。この後4時台には奇妙麗太郎ビートを受けてきます。これ積載楽しいなって思う。積載って楽しいな。